小木田本茂元六十四年四月八日は、江戸時代初期の越後高田藩が老。小木田町岩の子で、小木田一馬の名で有名な小木田長茂の彦。男性、妻は、時頼よりとの娘。子に、柿部、久米幸助がいる。漢文六年、父、町岩尾が、越後高田自身により死去したため家督を継ぎ、高田藩が老、糸井川城代となる。後、 藩主、松平光永の命を受け、地震で倒壊した高田城二の丸の氷炭島の修復工事を行ったが失敗。筆頭画廊の小栗正則が代わって完成させたため、面目を失った本主家は、正則を敵視するようになった。正則は、藩主の六を地方地行政から、倉前政に改め、植産工業を推進するなど、藩政改革を推し進めた。 しかし、倉前政への移行は、多くの藩士にとっては厳衆となり、恨まれ、また、美馬坂自身の贅沢好きで傲慢な性格から、悪感情を持たれ、藩士校長のイボ妹を勘を嫁にしたことも後に、誤解を生むきっかけとなった。越後騒動も参照遠方2年、三長の着手な剣が死去した。綱剣は、無償であり、三長も他に男子がいなかったため急ぎ、 四次ぎを決めねばならなくなった。四次ぎ候補は、長見ながら、長見万徳丸、小栗長春、松平義行であった。表議の結果、長見大蔵は、すでに40歳を超える高齢であり、15歳の万徳丸を四次ぎとすることで決まった。万徳丸は元服して四大将軍、徳川家綱から一時をもらい綱国となり、三河守に任官した。そして、 綱国の森役として、正則派の安藤黒江門がつけられた。四次の選定は、三津長と正則一派によって進められ、本茂るらたの重心は、茅野の外に置かれた。そのため、本、茂や本田七座衛門などが反発した。正則は三津長に、本茂るを大老に昇進させるよう進言し、怪獣を図った。しかし、正則の独裁への反発は収まらず、 本シゲルラはマサノリが、この家門を、藩主の養子として一万国を分泌する計画であると、不意調し、その排除を訴えた。遠方7年に1月、藩税の利派は、押し方を称し、およそ890名が、長見ながらと小木田元としげる二世を提出した。1月7日夜、押し方の530人余りが、マサノリの門外まで押しかけたが、 正則は固く、門を閉じて取り合わなかったため引き上げた。本茂ゲルは、正則の無本を三つ長に訴え出たが、逆に押し方の騒動を沈めるように命じられ、本茂ゲルらの仕掛けた政変は、失敗に終わった。事件が、江戸幕府の知るところとなると、大老、坂井忠清は、御便に済ませようとした。同年10月、越後家親戚筋の松平金栄へ、 松平直則が藩の相談役となり、正則は騒動の責任を取って過労を辞職、そして重心で中立を保っていた片山門戸が反省を見るという裁定を下した。だが、押し方は収まらず、正則が幕府裁定を偽作したと主張した。10月19日、幕府は押し方の主だった人物である長見ながら、小木田本茂、片山劇、中根長左衛門。 渡辺九十郎の五人を表情書に呼び出した。その結果、お仕方は家中に生死を取りととうをなし、雑説をルフシや忠人心を惑わした罪として五人は、竹預かり、あるいは追放となった。本茂は、松江藩主、松平綱金にお預けとなった。本茂は、縁石が、爆心にもいるため軽い処分で済むと思っていたので、国元の家老、 もろや財門らへの書状に驚くべきに存じこうと書き送っている。こうして、本茂は、この書き久米幸助と共に、松江に流され、妻と娘二人は、滝川利金に、妹は、神を守る価値に預けられた。しかし、本茂らの追放後も、高田藩の騒動は収まらなかった。藩に残ったお仕方は、処分は正則が、坂井忠清に賄賂を送った。 結果の片手落ちだと主張した。遠方8年5月、将軍家綱が死去し、綱吉が五大将軍となると、坂井忠清は大老を辞職し、綱吉派の老中、堀田正俊が、幕閣の実力者となった。そこで押し方は正俊に再新を運動し、将軍の越後総動震災を引き出すことに成功した。天那元年6月21日、綱吉は、 押し方の長見ながらと小木田本茂、逆い方の小栗正則を召し、自ら採決を行った。綱吉は、まず正則の応募について、ながらと本茂に問い、ついで正則に弁解させた。さらに、ながらと本茂を尋問して、裁判は終わった。この間、わずかに30分であった。翌6月22日、表情書で判決が下された。 正サノリ氏は切腹となったが、ながらと、本茂は、八条島に流罪となり、両派多数が処罰された。さらに6月26日、藩主公長は、家中不行き届きを理由に改役され、高田藩そのものが取り潰されてしまった。本茂とながらは流罪にあたり、家臣一人ずつの追放が許されていた。そこで、本茂の家臣、中川玄八郎、 ながらの家臣、浜口源二郎が付き従うことになったが、実際には乗船せず、二人だけで八丈島に流された。二人は藩からの生活費でしのいだが、高田藩は改役されているため、この藩がどこを指すのかは不明である。また、妻からの手紙も二度ほど八丈島に届けられた。元禄十二年、八丈島では潮風を被ったために穀物が不作となり、 翌年も、塩外で、全く収穫が得られなかった。そのため二人は上、元禄十四年四月五日にまずながら和菓死し、四月八日、本茂も後を追うように菓死した。幕府の救助埋戦八十国が島に届けられたのは、その二ヶ月後のことであった。この柿部と、久米幸助は、引き続き松平綱金に預けられた。玄禄十五年赦免され、 母のいる、武蔵国吉住軍大使河原野に引っ越した。民部は、名主の池上家の触角となり、ついで、遠藤屋で農民となった。弟の久米幸助は、林村の大島村に移住し、湿地を開拓した。久米幸助の子孫は、後に名字を杉本と改めた。いずれの家系も子孫は現存している。本主ゲルトながらは、八丈島に葬られたが、 明和年間にはすでに墓所は不明となっていた。明和8年、ニンとして八丈島にやってきた、青山貴平寺はこれを人ごとではないと思い、24年間捜索した、結果、島内の上層にあることを突き止めた。そこで貴平寺は、墓所の林地を買い求めて、本シュゲルラのみならず、死亡した流人を残らず改装した。そして、木平寺は出家して自ら供養した。 なお、本、茂の遺骨は、家来が、密かに持ち出し、菩提寺である、越後証券の両校寺に葬られたが、幕府に遠慮して、墓は作られなかったとも言う。その後、八丈島の墓所は、長楽寺が管理したが、再び墓の行方はわからなくなった。平成21年11月6日、本、茂の子孫である、小木田正明、小木田昇、 青山津吉進が地元住民の協力を得て笹や部の中にある墓石を再発見した。2010年3月2日、3名によって長見大蔵と小田一馬の墓であることを示す看板が設置された。松平忠直の三男。母は香薫林院。長見長寄の長男。母は律子院。小栗正則の三男。母は 松平忠直の四助監視。尾張藩主、徳川光友の次男。母は三代将軍、徳川家光の長女両全員。彼らは、正の流派を逆言い方であると主張した。大志河原の氏。ありがとうございます。